ダグラス・ホワイトは、香港ジョッキークラブに所属する、元騎手で現在は調教師、南アフリカ共和国、ダーバン出身。身長167センチメートル、体重52.5キログラム、血液型大型。1987年、南アフリカで騎手デビュー。1996年、1997年シーズンから、 香港ジョッキークラブでの帰場を開始し、この年は9ヶ月のシーズンのうち6ヶ月を香港で過ごしただけだったが、同じみ南アフリカ人で5度目の香港リーディングを獲得したバジル・マーカスに7勝差と迫る50勝を上げて2位になった。1997年、1998年シーズンからアイバン・アラン9社の主戦騎手となり、香港バーズをインディジェナスに帰場して制し、香港で G1 初勝利を挙げた。2000年、2001年シーズンに自身初となる香港リーディングジョッキーとなる。2003年、2004年シーズンには香港ジョッキークラブ史上初の年間100勝を突破し、シーズン106勝を挙げ4シーズン連続のリーディングジョッキーとなる。2004年、2005年シーズンは自身の記録を更新する114勝を挙げ、 5シーズン連続のリーディングジョッキーとなる。2006年、2007年シーズンは91勝を挙げ、7シーズン連続のリーディングジョッキーとなった。2007年、2008年シーズン、12月5日にインターナショナルジョッキーズチャンピオンシップで優勝した。12月10日に香港通算947勝を挙げ、アンソニー・クルーズ調教師が、 奇手時代に記録していた香港歴代最多勝記録を更新した。その後、通算1 0 0も突破し、8シーズン連続のリーディングジョッキーとなった。2008年、2009年シーズン、4月5日に、通算1100勝を達成するなどして9シーズン連続のリーディングジョッキーの座を獲得。2009年、2010年シーズンは、ブレッドプレブルとの熾烈な争いとなった。 特に前半はホワイトの勝ち星が伸びず一方でプレブルが好調を持続したためついにリーディングジョッキーの座を明け渡すかに思われたが次第にその差を詰め結局シーズン100勝をマークして10シーズン連続のリーディングジョッキーに輝いた2010年2011年シーズンは引き続きプレブルとの戦いとなったがこれを制して11シーズン連続リーディングジョッキーを 達成した。2011年、2012年シーズンは、プレブルに加え、オーストラリアの新鋭、ザカリー・パートンとの三つどもえのリーディング争いになったが、ここでもホワイトが二人を抑えて、リーディングジョッキーの座を獲得した。2012年、2013年シーズンは、これまでと様相が異なり、パートンが大きく勝ち星を伸ばして、ホワイトが追う展開となり、 そのままパートンが逃げ切るかに思えたが、ホワイトが後半勝利を重ねて101勝を記録し、ついにパートンを逆転、13期連続リーディングジョッキーの座を守った。2013年、2014年シーズンは、香港国際競争での2連勝など、大レースでの勝負強さは光るものの、2014年1月、現在の勝利数では、パートンに20勝以上の差をつけられて3位に、 甘んじており、14期連続でのリーディングジョッキーの獲得が厳しくなりつつある。2014年シーズン以降は、パートンに加え、新たに香港で起乗を開始したジョアン・モレーラ機種に大きく差をつけられる状態が続いている。2019年1月に2月限りで現役を引退し、調教師に転身、2019。 20シーズンからの旧車開業が会見で発表された。中央競馬での初起乗は1998年6月14日、東京競馬場の第4競争でシルクサザンクロスに起乗し18着。また同日に行われた第48回、安田記念では香港のオリエンタルエクスプレスに起乗し8番、人気ながら2着に検討している。2003年、 第17回ワールドスーパージョッキーズシリーズ出場のために来日し、12月7日のゴールデンブーツトロフィーでは2番人気のマヤノモーリスに騎場して中央競馬初勝利を挙げた。2004年夏には初めて日本中央競馬会の短期免許を取得し、日本で騎場した。8月8日の函館2歳ステークスではアンブロワーズに騎場し優勝。 中央競馬の重賞初勝利を挙げるなど66戦15勝の活躍を見せた。同年の第18回ワールドスーパージョッキーズシリーズには2年連続で参戦し、アンドレアス・スボリッチ騎手と同点ながら見事初優勝を飾った。2005年の第19回ワールドスーパージョッキーズシリーズは最下位に敗れた。 2006年は参加する予定だったが後日辞退した。2007年の第21回、ワールドスーパージョッキーズシリーズは31ポイントを獲得し5位となった。2008年、自身10年ぶりの参戦となる安田記念に起場するために、アルマダと共に来日し、レース開催週の土曜日に4案、日曜には安田記念を含め6案。 短期免許ではない来日にもかかわらず土日合計で10案も起乗することになった。勝利こそなかったが2着が3回あり、そのうちの1回は安田記念においてアルマダに起乗しての2着だった。その約1ヶ月後に再び来日し、7月5日から8月4日まで4年ぶり3度目の短期免許を取得して中央競馬で起乗している。身元引け受け人は、 藤沢和夫調教師と山本秀俊。2010年、約2年ぶりの短期免許を取得。身元引受け人は、池江康史樹調教師と吉田勝美。7月25日の函館記念では、マイネルスターリーに起乗し優勝。JRA 重賞2勝目を飾った。しかし8月14日、札幌競馬第6競争での起乗が、走行妨害と判断され、 8月21日から29日まで、非常停止処分を受けた。このため、短期免許の期限を待たず帰国した。同年10月30日、10月31日には、再度短期免許を取得したが、天皇賞でのジャガーメールの起状が、またも走行妨害と判断され、11月6日から11月14日まで、非常停止処分を受けた。金額の単位は、香港ドル。 成績は2012年、2013年シーズン、終了時点。金額の単位は、円、成績は2007年終了時点。代わりにブレット・プレブルが参加した。週刊競馬ブック2012年7月29日号、P99。ありがとうございます。